山形は、特産品がすごくたくさんあるので、その土地での土地のものに感謝しながら作っていける。うちだったら、まあ、恵まれた水を使ってお酒を作る、恵まれた米を使ってお酒を作る。やっぱり出来上がった時の美味しさ、それを飲んでいただくお客さんの顔を思い浮かべて作るのがやっぱり魅力ですね。もう申し分ないですね私たちが作ったお酒を飲んでいただいて美味しかったって言ってくる、その一言を聞くことがすごく嬉しかったですね。